さんどうも、こんにちは、こんばんは、もしかしておはよう、アリナちゃんです。アリナ神社のようこそ、元気ですか皆さん。私は元気です。ぜひ、今日も一緒にミスチルの、皮膚呼吸という曲、ライブパフォーマンス一緒にチェックしてましょうね。3、2、1。おー、ピアノの音きれい。すごく言った声、なんか私はそんなに全然歌えないから、そんなに上手すぎるの人たち本当に憧れてます。わあ、きれい。本当に。綺麗ですよ。すごく。そしてすごく優しいの歌声、大好き。本当に綺麗。でもまたその悔しさ、歌詞完璧わからない。半分わかってるけど、その他の半分まだ私の日本語能力足りない。すごい、この部分好き。すごくいい。綺麗すぎる、この曲。
なんか今変なことを言うかも。でもこの曲はなんか私の魂と共鳴するみたい。変か、変でしょこの表現。でも本当綺麗すぎ、待っていてましたですね。でも本当に綺麗すぎ。すごかった。どうもありがとうございました。めちゃくちゃいい曲でした。いいね、いいね、楽しかった。すごかったですよ。なんかママタは歌詞完璧わからなかったけど、なんか今までまあたくさんの曲まで聴いてなかったですけど、今まで一番好きかもこの曲。すごく好き。全部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 。あー、でもなんかミスチルの歌詞難しいですね。前にチェックしてたの曲も2つの Over完璧わからなかったから、すごく悔しかったからネットで情報を調べました。そしてこの曲は化け物の子というアニメ映画のエンディングテーマでしたから、このアニメもチェックしてました。だからすごくおすすめ。もしかして皆さんこのアニメ映画また見てなかったなら、化け物の子すごく良かったでした。意味もすごくこの曲なんかみたいだから、アニメ見たのおかげでスターティングホールの歌詞ももっとよくわかりましたと思います。あ、そしてこの曲のことをネットでも情報を調べます。まあ普通に日本語の歌詞とかなんか読むの時にもっとわかってるから。じゃあ皆さんのコメント待ってます。どうですかこの曲のこと、パフォーマンス素敵でしたでしょ。あコメント待ってます。私シークレストもちろん待ってます。セリナちゃんでした。このレクションよかったらグッドボタンもシェアとチャンネル登録もぜひお願いします。バイバイ、またね。